皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。はい、THC オカルトラジオ、木村です。ケスケです。今日はこの2人で、はい、あなたの身近に起こった事件簿、事件簿ということでのシリーズですね。はい、まあ、前回もはね、ちょっと豊田市の未解決事件を取り上げさせていただいたんですけども、今回はそういう事件、有名な事件ってよりかは、このシリーズをやるにあたって、おからじのリスナーさんたち、おかめんの方々が、実は私の周りでもこんなことが起きてましたっていうお話を結構投稿していただいてて、そのお話を3つほど今日は紹介させてもらおうかなということで。わかりました。はい、であと前回その豊田市女子高生殺害事件を取り扱ったんですけども、ほんとたまたまあれを取り上げたんですけど、こうやって実はあのホームページのメッセージの方に、あの事件を取り上げてほしいですっていう、自分の地元で起こった事件で未解決事件だから取り上げてほしいですっていうメッセージが来てたんですよ。あ、そうなんですね。はい、たまたま。ほうほうほう。で、まあその動画のコメントにもその方が早速取り上げてくれてありがとうございますみたいなことも書いてあったんですけど、ほんと偶然だったんですよ。ただそういうこの事件をちょっとおからじさんで取り扱ってほしいですっていうメッセージとかもあれば、ぜひぜひ送っていただければ、そうですね、その中から選んでっていうこともあるかなと思いますので、そういうのもやっていこうかなと思っております。わかりました。はい、で、まあ、今回は投稿していただいたお話ということで、はい、3話紹介させていただきます。はい、お願いします。ではまず1話目いきますね。はいはい、こんにちは、初めて投稿します。コロナになってからこちらのチャンネルに出会い、2年間の自粛期間中、おかげで大変楽しく過ごすことができています。嬉しい、ありがとうございます。寝るときや料理中も聞いたりしていて、おそらく2週か3週はしていると思います。めちゃくちゃ聞いてくれてる。すごい。ありがとうございます。日程が合わなくてツアーに参加できなかったため、何かまた機会があれば参戦したいと考えています。3人の考察、雑談、豊橋のお話などなど、本当に楽しく拝聴しています。これからも一リスナーとして微力ではありますが、心から応援しております。はい、今回何もオチがない話になってしまい大変申し訳ないのですが、最近やってるシリーズで身近に起きている事件簿というのがあったと思います。直接的に私が体験したことではないのですが、ニュースになるような事件は身近にあるんだなというのを改めて実感した話を聞いていただけたらなと思い投稿させていただきます。お願いします。調べると事件の内容がネットニュースで出てきてしまうため、少しだけお話を変えて投稿させていただきます。はい、私の友達のいとこのお話です。今から12年くらい前のことです。女子高生が交際相手に刺されて死亡というニュースがありました。その亡くなった女子高生が通う高校には私の友達も通っていて、当時はかなり話題になりました。いとこは当時17歳で、お付き合いしている3つ上の彼氏さんがいました。私と友達含め、いとこと彼氏さんとも顔を合わせるくらい仲が良く、お似合いのカップルだなぁと思い、4人で遊んだりすることもあり、楽しく過ごしていました。事件から5年くらい経った時、そのいとこは彼氏さんから、あの亡くなった女子高生は自分の妹だと打ち明けられたそうです。加害者の男性も知り合いだったそうで、別れ話で揉めてとニュースには書いてありましたが、妹さんは本当に気軽に出かけて、それから二度と帰ってこなかったそうです。その話を友達から聞いて、ニコニコ仲良くしてくれたあの彼氏さんと家族の方にそんなことが起きていたなんてとショックを受けました。2年前のコロナ直前くらいに、そのいとこと彼氏さんの結婚式に出席した時はいろんな意味で本当に泣けましたと。オチのない話ですみません。とても気軽に仲良くしている友達や知り合いのそばにも恐ろしい事件は潜んでるんだなと実感した話になります。ここまで読んでいただきありがとうございますということですね。ちょっと複雑だったぞ。投稿者さんのいとこ、あのいとこ、はい、でそのいとこの、あ、投稿者さんの友達のいとこか。あ、そうだよね、そうそう、うんうん、投稿者さんの友達のいとこの、うんうん、いとこの、彼氏さん、はい、今は旦那さん、そうですね、その方の妹さんが事件に巻き込まれた方だっていうことだね。はい、はあ、そうなんだ。その
事件の犯人がその妹さんとお付き合いしてた人っていう、そう、別れ話で揉めて刺されたっていう、はい、あ、そういうことか、はい、あ、そういうことか、あ、そうかそうかそうか、うんうん、で出かけるときは別に全然そんな素振りもなかったけどっていうことだね、うん、あ、そんな近くで起きてたっていう、そういうことなんですね、うん、で後から知ったときに、え、あの事件のってなったってこと、うんうん、はあ、まあ、なんかそうだよな、その僕も、うん、年が離れた後輩、うん、まあ仲いい女の子がいたんすけど、はい、うん、その人の中学で、うん、そういう事件みたいなのがあったと、うん、っていう話を大人になって聞いたんすけど、はい、でそれがたまたま僕の友達の友達の妹さんみたいな、その亡くなった方が、あ、そうなんだ、うん、まあ、この方は、自殺でみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、そのことを全く知らなかったんですよ僕、うんうん、その話を聞いて、あ、そう、あ、それがあいつの妹なのみたいな、うんうんうん、であいつそんなことあったんだって俺もなんか思ったことあるというか、結構近い感じだね、うんうん、そう、でもなんかこの話を普通に何も思わず聞いたら、うん、いやいや、そんだけ仲良くて、うん、知らんってあり得るのって、ちょっと、うんうんうん、なんていうんですかね、怖い話を考察しようとした時に、なるほど、疑問に思う部分ではあるのかなとは思うんですけど、うん、僕はすんなりこう入ってきたというか、うーん、確かにそれぐらい近くても、あ、そういうことをね、特になんか話さなくても、うーん、あと年齢が離れてるからっていう、ちょっと3つぐらい、うん、まあ、僕もその子と3つ離れてるんで、うんうん、ぐらいだと、あ、その事件聞いたことあるってなるのもそいつから聞いてからだし、なるほどね、うん、そうか、まあそうだね、なんかさ、なんかどうしてもそういう例えば殺人事件とか、うん、そういう凄惨な事件が起こると、どうしてもこうテレビの中で起こってることっていうか、うんうんうん、あんまり自分と地続き感っていうのはさ、はい、あんまりなくて、やっぱね、ほんと人ごとみたいなさ、うん、感じで見ちゃったりもするんだけど、まあ、やっぱりそこにさ人がいたってことはさ、もちろん両親がいるし、うん、その今まで生活してきた友達がいるしさ、はい、その人の、ね、生活というかさがあって、一見するとその人が亡くなったっていうことだけだけど、うん、やっぱその周りにはやっぱ取り巻く人間がいてっていう、こういう話を聞くとさ、はい、本当なんか一件の殺人事件かもしれないけど、うん、その周りで苦しんでる方っていうのがたくさんいるんだなっていうのを、なんか改めてね、うん、うん、一人じゃないなっていうか、いや、そうですね、うん、その一人の命を奪っただけじゃなくて、その周りにいる何人もの人生を狂わせてしまうんだなっていうさ、うん、ね、やっぱこのお話の中では、うん、そのいとこさんとその彼氏さん、まあ、だから被害者のお兄さんと仲良くしてる中で、うん、その素振りを見せないというか、うん、っていう気遣いもなんかこうちょっとグッとくるというか、うんうんうん、で文章にもありましたけども、うん、その方は後に結婚されるんですけど、うんうん、その結婚式は込み上げるものはそれありますよね。そうだよね、まあ、幸いね、今自分の周りで、まあ、知らないだけかもしれないけど、うんうん、そういう話もあんまりないしさ、はい、本当、まあ、そういう意味ではね、なんか恵まれてるなというか、うん、うん、周りに被害者の方もいないですし、うん、まあ、そういう話聞くとでもそうだよなって、本当身近に起こってもおかしくないなっていう、改めて思い知らされますね。そうですね。で、まあ、しかも、うん、オチのない話でなんて言ってますけど、全然そんなことなんか、うんうん、まあ、そうだね、まあ、実際あったことなので、うんうんうん、でやっぱり、うん、これも普通に別れ話をするみたいなことって全然ありえるし、うん、あるね、普通のことじゃないですか、うん、の中で突然こういうことに巻き込まれちゃうっていうことが、うん、身近にあるっていうのがね、うん、なんかすごい、まあ、でも気をつけようもなんかないですけど ね、うん、どうしたらいいのかちょっと正解は分かんないですけども、分かんない、うん、まあ、何かが良くて付き合ってたわけだし、
ね、うん、本当そうだよ。やっぱ付き合わないと見えない部分もあって別れるっていう決断をしたらこうなっちゃったっていう、うん、いや難しいですね、うん、投稿ありがとうございます。投稿ありがとうございます。では続いてのお話いきますね、はい、YouTube で少女監禁の話拝聴しました、うん、私も身近な人が捕まった話があるのですが、ツイッターやってなくて怖い話じゃなくてすいませんが、よかったら聞いてほしいです、はい、ということで、ツイッターの方のメッセージで送っていただいたりもするんですけども、うんうん、こちらはホームページから送っていただいた話で、はい、はい、お名前とかは伏せさせていただきますね、うん、結婚する前、自分が一番いいお年頃に7年も付き合っていた人がいまして、うん、結構な金額のお金を貸していたんですが、うん、なんだかんだ言い訳して踏み倒したまま、そいつはアイターンするとか言って沖縄に移住、うん、その後もしれっと何回か電話をかけてきましたが、貸したお金以外にも部屋から物を取られたこともあったし、うん、自分は子供できないとか嫌いだとか言ってたくせに、うん、沖縄で結婚し子供もいて、子供の保育園で PTA 会長までやってるしで、そっけなく対応したら随分冷たいじゃんとかほざいてました、うん、そんなやつを久しぶりに見たのはニュース映像、うん、顧客のカード情報を悪用し音楽コンテンツを購入したという事件、音楽なしでは生きられないという名前を吐いたとかでネット上でいろいろいじられていました、うん、容疑者が違法にダウンロードしたのは約9000タイトルに上り、逮捕容疑は AKB48 のヒット曲など40タイトルをダウンロードしたと報道されていました、うん、こっちは金取られてるし何の同情もないし、むしろ捕まってざまあ見ろと思いましたが、うん、それに食いついた人が AKB オタクの犯罪だ、オタクはタチが悪いみたいに書き立ててるのを目にして、うん、なんだか報道の悪意みたいなものを感じました。うん、確かに、うん、やつ彼は、うん、どっちかというと TM ネットワークとかビーズ、ユーロビートとかそういうのをよく聞いていて、もちろん流行ってる曲も一通り聞いていたでしょうけど、AKB オタクってわけじゃなかったんじゃないかなって思うんですよねと。それに記事をよく読めば AKB48 のヒット曲などと書いてあるので、9000曲の中に AKB の曲もあったってわかるんだけど、ネット上では9000曲も AKB の曲をダウンロードしたオタクっていう扱いになっている。なんだか記事書いた人もこれは AKB オタクの犯罪ですよって誘導してるんじゃないかなって思えて、なんかゾッとしました。なるほどね、こういうちょっとした表現で世論って簡単に操作できちゃうんじゃないかなって思ったらなんか怖かったです、うんうん、大した事件じゃなくて申し訳ないです。また YouTube 拝聴させていただきます。ではでは、うん、というメッセージでございますね。なるほど。うーん、じゃあそのさ、はい、ちょっとこの話に直接関係ないんだけど、うんうん、はい、今圭介が世論って言ったじゃん、はい、あれ世論って読むのが正しいのか、はい、世論って読むのが正しいのか、お、いつもわからんくなるじゃんね。いつもわからんくなるって今ちょっと確認するんですけど、はい、そうですね、これは指摘されますからね絶対。そう、もともとは、うん、そう、世間の世に論ですもんね。そうよね、うん、一応ですよ、はい、小学館の大辞泉っていう辞書によると、はい、世論、ある社会の問題について世間の人々の持っている意見、うんうん、世論は世間一般の人の考え、ある社会問題について多数の人々の議論による意見、もうほぼほぼ同じだよね。でもニュアンス的には世論っていう方が近いのかな。あ、そうそう、なんか世論の世がすごい難しい、うん、昔は、はい、なんていうのこれ、なんかなんか見越しみたいな、うんうんうん、なんていうの、興味の興みたいな、はいはいはい、見越しみたいな。この字が今の世論と同じ字に変わったってことですか。うん、もともとは別の漢字で書き分けてて、うんうん、で世論と世論と使い分けてたんだけど、はい、この世っていう字が難しすぎて、うん、はい、いや今見ただけでも難しい、常用漢字表に含まれてないから、はい、この世っていう字が世間の世に変わって用いられるようになったと。お、簡易的バージョンというか。そう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 。で一応平成15年に行った調査だと、うんうん、世論って読む人が 73.8%、
セロンと読む人が 18.9%。 ほう。で、まあ世論の方が浸透していると。うんうん。うん。でも、まあ放送で使う言葉のガイドラインを示した NHK の言葉のハンドブックの読み方、世の中の世に論、はい、ごんべんの論は丸が世論、×が世論とされていることから、一般的には世論読みが定着していると。ケースケ正しかったんだね。もうだからどっちも読むけど、うん、あれですよね、なんか漢字とかって雰囲気と雰囲気みたいなので、うん、元々は雰囲気だけど、うん、もう世間一般に雰囲気っていう人が半数超えてるから、うんうんうん、それも正解ですよみたいになったみたいな、うん、そういうのあるよね。ありますよね。言葉が進化していくというか、うん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 、ドリフトっていうらしいんだけど、そういうの。あ、そうなんだ。そう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 。へえ。だから世論が一般的だから、世論でよかったっす。よかったっすね。はい、よかったっす、うん、まあでもやっぱこれは言っとかないと、いやこれは世論だよっていう人も絶対いるから。いる絶対いる絶対いるから。なんかもあったもんそれ。ありましたあった。僕たち完全体じゃないんでね。間違いは指摘していただいて。うん、そう、これは世論。世論で正しいというか、まあ、どっちの意味も含む、そう、多くの人が世論と呼んでいる、っていう感じですね。世論大丈夫です、うんうん、はい、そう、だからそれが操作されてるというか、うん、風に感じたことが怖かったっていうね。うん、いやでもそれはね、なんかすごい分かるんですよね。分かるよね、うん、これ例えばこの事件になって多数の人がそうやって思うからより、うん、際立つっすけど、うん、これ対人でもそうじゃないですか。対人、うん、ここで1対1で喋ってる内容でも、うん、別になんていうんですか、相手の捉え方次第で、うん、とこっちのちょっと言葉のあやというか、うん、のミスで伝えたいことと全然違う風に伝わっちゃうというか、うん、はいはい、しそれを聞いたその対人が別の人に話すときに、うん、あいつがこうやって言ってたことを悪意を持って言えば違った意味でそっちには伝わるというか。そうだね、うん、うん、なんか普通にこの報道でたくさんに言われてなんかまくし上げられてるというか、さらし者にされて AKB オタクはとかって言われることもそうですけど、うん、日頃の何か言葉一つ一つが全部同じぐらいゾッとすることにつながれるな、ちょっと思いました。なんか大丈夫ですか、なんか我々なんか特に YouTuber ですけど、はい、特になんか映像を使ってなんかやってるわけでもない、はい、ただこう喋ってる、はい、そういう YouTuber じゃないですか、はい、もう誤解されまくってるっていうことでいいですかね。されまくってますね。いいですそうだから、うん、やっぱ僕はだから誤解されてアンチコメントが来たりだとか、うん、お前ぬるいこと言ってんじゃねえよっていう意見、うん、全然苦じゃないというか、うん、まあ、確かにその通りだなって思うというか、にしても言い方あるよとは思いますけど、言われてもしょうがないかなっていう感覚ではいますね。うん、まあそうだよね、いやそんなつもりで言ってないけどねっていうことはもう全然多々あるし、まあまあまあ、まあ、そうだね。だからそう、なんかそれでなんか叩かれたって思ってへこんじゃう人も多分いるだろうね。そうですね。そういう人は向いてないんだろうね。うん、そう折れちゃうというか、そうす、ね、心が。いや、その何て言うんですかね。折れちゃう、そうです。折られちゃうんですよね。そうそう、まあそうだね。そうですね。うん、そう、僕とか結構何て言うんですかね。まあ、豊橋って田舎で、うん、もう初めましてって言った人を一人たどれば知り合いにつながるみたいな。うん、間違いない。もう 100% そうじゃないですか。間違いない、本当そう、ね、うん、でそれこそ木村さんだってバンドやってて顔も広かったし、とも、うん、君もクラブの店長で顔広いし、うん、僕も飲食店で顔広いしっていう状態で、はい、例えばお店でポロッと言った一言とかが曲がり曲がってわけの分かんない感じで恨みを持って反感買うとか、うん、全然多々あったし、うん、このネット社会がなんか今そういうモラルがないみたいな言われてるけど、うん、いや常日頃から人間関係はそうだけどなって、もともとね、そうちょっと思う部分があるというか、うん、そうだね、うん、ただこのネットだと文字に起こして残っちゃうから、うん、よりなんか食らいやすい感じがするというか、はい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 、うん、し顔も分かんないし、うんうん、なんか
不特定多数のやつに嫌われてる気がしちゃうというか、うんうん、そうだね、うんうん、だからそれをなんか裏返すと、えなんかみんな俺のこと嫌いなのかなって思っちゃうみたいなさ、ね、少数意見でもひょっとしてみんなそう思ってんじゃねえのみたいなさ、うんうん、そういう風にどんどん疑心暗鬼になって、そうですね、でしかも人間関係だったら近くにいてくれる人がいるじゃないですか、うん、例えばその岡田氏、木村さん、ともくんとかが近くにいると、うん、ケイスケいいよ全然みたいな、うん、言ってくれるとそれだけでちょっとこの負の言葉がちょっと和らぐというか、うんうんうん、だけどネットの中のコメントだけだと、うん、悪い部分がすごい食らうけど、うん、そのせいでいい部分が見えなくなってくるじゃないですか、うん、そうね、例えばケイスケうるさいとか、うん、適当なこと言うなみたいなのの中に、うん、ケイスケさんの考察良かったですがあるのに、うん、それを拾えなくなっちゃうというか、はい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 、で全員に嫌われてるみたいな感覚にネットとか、うん、テレビで、まあ、例えば YouTube で見たら感じやすいのかなっていう風に、それこそ、僕らは発信してる側だからそれありえるんですけど、うん、例えばこうやってお話を送ってくれた人、うんに対してのアンチコメントを書くとか、あ、はい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 、ってなった時に、うん、僕らは、うん、この話いいと思ってるから読んでるし、うん、だけどそこはなしにして、うん、その悪いこと言われちゃった、なんかすいませんこんな話しちゃって、うん、みたいな風になってく、でそれを見ると、うん、どちらかというとそのコメントがあることによって、うん、そういう話なんだって思う人、第三者が出てくる、うん、なるほどね、でそれに同調してまた言うとか、うん、いやこの話のそこって、まあ、今回身近に起きてる事件、うん、いやこんな近くにこんなことあるんですよっていう話だから、はい、ありえるやんって思うし、うんうん、いやむしろ俺ら的には送ってくれてありがとうだし、うん、まあ、かといって解決策は見つけれないですけど、うん、だからこういうことってあるよね、たくさん身近にっていうのをより明確にしてった方が、うん、普段より気をつけることができるようにもなるし、うん、なんかおかげでいい方向に進めるものだなって俺はちょっと思ったんですけど、うん、まあ、皆さんの生活がってことで、まあでもね、まあ、気をつけよう、まあ、自分がこう本当被害者とか加害者になっちゃったらまだ話は別だけど、なんか周りで起こった、うん、友達がね、あの起こった、うん、何か友達が被害被ったとかさ、うん、もうなんか自分じゃコントロールできないとこだからさ、うんうん、なんかそのせいで逆になんか、あーなんか、なんか自分がもっとこうしとけばとかさ、うんうんうん、思っちゃってなんか病んじゃうみたいな人も多分いるかもしれないじゃん、もうそこはもうさ本当にもうしょうがないというかさ、うん、まあ逆にね、あの今の話を送ってくれた方はさ、なんか捕まってもうざま見ろと思ってますみたいなさ、うん、そんな感じで、まあ、あのバッサリとこう割り切ってあの、うん、送ってくれてるけど、逆にね、なんかその被害者とかのさ、うんうん、あ、身近な人がそうなっちゃったら、なんかわあ自分がもっとこうしとけばって思っちゃうのも、うん、なんか思いすぎちゃうのもどうかなっていう、うん、そうですね、うん、あの年末にちょっとある事件が起きまして、うん、はい、僕とあと友達で、うん、まあ、岡田氏全国ツアー中ですよ、はい、に伊勢海老を釣りに行こうっていう、はい、話がありまして、ええ、でまあその現場に行ったらその方がいなくて、うん、でまあちょっとどこ行ったのかなって思いながらも、うん、まあ、とりあえず僕たち動画回すって言ってたんで動画を撮ってたら、遠くからなんか男の叫び声が聞こえて、うん、なんかもともと伊勢海老を釣っていい場所って調べた上で連れてきてくれて、うん、漁業権もなく釣っていいところなんだよって言われてその場所に集合したんですけど、その人が俺たちに言うためにそうやって言ってたけど本当はダメなところで釣りとかしたらダメなところで、うん、なんか漁師さんとかに怒られてんじゃないかなって俺はちょっと思ったんですよね。あ、その声が、はい、うんうん、でその声のする方行ってみたら、うん、その声が、うん、おーい助けてって言ってる、うん、でえと思って近づいてったらもう真下で声が聞こえると思って、うんうん、バッて覗いたら堤防から落ちてて、うん、もう6メートルぐらい下の水面から声が聞こえるんで真冬なんですよ、うん、で俺ら声気づいてからも結構時間経ってて、うん、でその堤防の真下で、うん、その今回一緒に撮影するって言ってた人が落ちてて、まあ、不注意で堤防から落ちちゃってたんですけど、うん、はい、でいろいろしてなんとか無事助かったんですけど、うんうん、これ本当にあとちょっと遅れてたら、うん、もう目の前でなくなってるんですよ。もう海の水冷てえし、そうですそうです、
もう本当にあとちょっとで死んでた状態で、うん、なんとか助かって、うん、本当無事だったんですけど、はいはいはい、これもし、うん、本当にちょっと手遅れの状態だったら、うん、俺多分自分責めてるなってちょっと思いますもん。うーん、うん、いやなんか目の前で、うん、で声も聞こえてたし、うん、でもどちらかというと、うん、待ち合わせ場所に来てないし、うんうん、聞こえない気のせいだと思って、うん、帰っちゃっててもおかしくないんですよね、なんかその状況的に、はいはいはい、で電話しても出なかったし、うん、みたいな、うんうん、でその人のことを全然知らなかったんで、うん、ほぼ一緒に撮影するのは初めての状態で、うん、待ち合わせ場所にいないぐらいだったんで、うんうん、なんだよってなって諦めて帰るっていうのも全然ありえた、うん、その後にニュースで多分その方が亡くなったっていうのを見ることになるじゃないですか、うん、ってなったら助けれたのに助けれなかったっていう罪悪感は芽生えちゃうんだろうなっていう。そうだね、うん、そのさ、まあ、知り合いが6メーター下の、うんうん、海に落ちてて、はい、でもさ自分が飛び込んで助けることもできないじゃん、うんうん、いやそうなんですよ、ねえ、はい、自分の命も危ないし、うん、本当にそれ助かってよかったね。いや本当っすよ。そうだからもう上から見て絶対飛び込んでも上がれないし、うんうん、これね駐車場で大声聞こえたんですけど、はい、堤防めちゃくちゃ長くて、うんうん、600メートルぐらい離れたところで落ちてるんですよ。すごい、はい、その人の声が聞こえたのもすごい奇跡だと思うし。本当だね。風めちゃくちゃ強い日で、でまあ、なんとなくこの堤防が2本出てて、うん、反響っていうかでこっちまで聞こえたのかなともちょっと思うんですけ ど、ねうんうん、風に乗ってとか、はいはいはい、偶然聞こえてそこまで行ったけど、あとちょっとでも沖なんでやばいね、はい、で満潮からどんどん潮が引いてく時間帯なんでそっから、うんうんうん、そのまま沖に流されちゃったらもうダメなんですよ。うわで上がるところもないから、うん、これ飛び込んでもダメですよねって、まあね、一緒にいた人と、うんうんうん、これまずロープを落として、うん、で登場人物3人いるんだね。3人いるんです。圭介の友達とその一緒に撮影しようぜって言ってた人が落ちて入れて、そうで圭介とその友達で何とかして助けなきゃっていう状況だよね。助けなきゃっていうのでロープを落としてそれ捕まってもらって、うん、ってなるんですけど、うんまあ、そのロープどこにあったの？はね、普通に堤防沿いなんで、うんうん、その船を止めるためのブイとかだったりとかロープも落ちてて、ね、それを垂らしたっていう感じですね。よかったね。じゃあ本当に全体にあるわけじゃないんで、本当にちょっと離れたところにあってそれを持ってきて落としたっていう感じなんですけど、で、すぐ通報して、うんうん、救急隊にも連絡して、はいはいはい、で、いやこの上がるとこないんですけどって言って、うん、あもう飛び込まなくていいですと、うん、うんそのまま声かけ続けてくださいみたいな、はいはいはい、低体温症でどんどん意識なくなっちゃうんでっていう、うんうん状態で、うん、もうそこから声かけるんですけど、うん、もう僕らが見つけて救急車が到着するまで、うん、消防隊とか、うん、到着するまでにもう彼は、うん、1時間弱、うん、その使ったまま 5度ぐらいの水温の海の中にやば浸かりっぱなしなんで、で僕らがいたっていうのともうずっと一人で叫んでたから、うん、ロープに捕まったっていう安心感で、うん、一気に気失っちゃったんですって。おうおうおう、だから上から見てると、うん、もう目も口も開いた状態で、うん、海の中落ちてくんですよ。やばい、タイタニックや。そうタイタニックみたいな感じで、おーいとか言ってロープガーンって引っ張って、そしたらコボコボって意識戻って上がってくるみたいな。やばー。そうこの、ね、落ちた方っていうのはね、僕も木村さんも知ってて、うん、でこの落ちた方っていうのがおからじの全国ツアーのスタッフをやってくれてて、うんうんうん、その合間に起きた事件だったんですけど、うんうんうん、で無事一緒にツアーも回り終えて、うん、助かったから良かったんですけど。本当良かったよね。いやマジで怖かって、だから下手したらあのまま沈んで、うん、目の前で海に流されちゃうのを、うん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 、見てる可能性もありましたから。あるね、うん、いやでも本当それさ、圭介はどうしようもできんし、うんうん、別にその人も言い方悪いけどなんか自分の不注意で落ちたってことでしょ。そうたまたまその場に居合わせて、もし運が悪くってそのまま沖に流されちゃってたら、うん、なんか一方的になんか圭介にトラウマを植え付ける。本当でしかも、まあ、結果無事で助かって本当よかった、ね、なんで落ちたか聞いたら、うん、歩きスマホをしてたんですって、うん、で不注意で落ちちゃったって。堤防の上で、うん、気をつけなさいよっていう、
めちゃくちゃ怖かったっすねあれは。いや本当トラウマだったっすもん ね、 ねそれでも本当病んじゃうよね、気に病んじゃうよね、うんうん、本当にそのまま事故でさ、うん、なんか本当あったらさ、うん、そこなかなか割り切れってできないもん ね難しい、しょうがねえかってなんないもんね、なんないですよね。あ、ま、でも助かったから、うん、あの野郎ってちょっと思いますけど、そう、ね、そうね、うん、ドキドキさせやがってというか、だからその今回この身近に起きてる事件簿をやったのは、うん、そういうことも、うん、本当に目の前で起こるんだって、うん、その時ちょっと思ったというか、うん、自分がそうなるとは思ってなかったんで、うんうんうん、例えば人の危機を目の前にするというか、はい、こんなことが起こるんだってちょっと思ったんですよね。そうだからなんかみんなもそういうのありえるのかなっていうのと、うん、これそれでもし亡くなってたとしたら、うん、この投稿の方と一緒でとある YouTuber がみたいな状態で報道されるわけじゃないですか、うんうん、いやめちゃくちゃ俺怪しくないっていう、怪しい、ね、だって怪しい、あんな暴風の中、うん、何百メートルも離れてる海の底の声が、うん、ここで聞こえたとか言って、うん、言ったら人が落ちてた、いやいや嘘つけた、聞こえるわけないって、うんうんうん、お前落としたんじゃねえのかみたいな、ね、そうそうそう、動画のためにみたいな、はい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 、で実際、うん、本当その方が、うん、助けられて、うん、陸に上がった時にはもう意識なくて、低体温症で病院運ばれてくんですけど、うん、その間ずっと僕は警察から事情聴取みたいなのを受けてるんですけど、なんか、どういう関係って聞かれるんですけど、うん、そのまあスタッフやってくれてて、うん、みたいな、うん、スタッフとか言って、うん、あの実は YouTube やってて、うん、YouTube とか言って言われて、絶対やばいじゃん。なんか風の強い日に堤防に行ってみたみたいな。そうそうそう。でしかも本名はとか、いや本名知らないんですよみたいな。本名知らえどういう関係？友達っていうか、うん、なんかそれで一緒に動画撮ろうみたいになってて、うん、動画、うん、とか言って。であのどうやって気づいたのとか、 あそこの駐車場でオープニング撮ってたら、うんうん、声聞こえて、うん、ここのとか言ってあの距離であの距離でもうめちゃくちゃ疑われてるんですよそりゃ疑われるよね。そうで結局、このまままだ意識戻ってないから、うん、ちょっと署に行って、うん、あなたたちからも話聞くみたいな感じになって、うんうん、いろいろまあ、疑われた状態で話してたら、うん、意識戻ったっていう電話が来て、うんうん、不注意で自分で落ちたっていう証言があったから、 あ本当だったんだねみたいな、ごめんねなんか遅くまでっていう感じになったけど、いやさっきまで犯人だと思ってたよみたいないやこれあの人もし意識戻んなくて、うん、とか、うんうん、本当そうだよ、ね、そのこと言わなかったら、うん、ずっとそのレッテル貼られたまま、やばいね。で多分報道では、うんうん、YouTuber3 人がみたいな、そうだよそう、でネットでは、うん、絶対こいつらネタでやっただろみたいな、うん、言われかねないというか、豊橋の YouTuber が、うん、いや怖かったっすよ。でこれ僕らはその最初俺が声聞こえたって言ってて、うん、で僕のチャンネルのカメラを回してくれてる人が、うん、え声なんて聞こえないっすよとか言って、うんうん、まあ、風ビュービューですからボーボー言ってるだけで、うんうん、あじゃあ気のせいかなとか言ってオープニング撮り終わって、うん、でほら今聞こえたってもう一回声が聞こえたんで、うん、言ったら聞こえん聞こえんとかって言っとって、うんうん、俺はその時点であこれはその方が釣りしちゃいけないところで釣りしてて、うん、怒られてんだって思ったから、うんうん、ちょっとこれおもろい動画撮れるかもしれないんで、うん、ちょっと何々さんカメラ回しといてもらっていいですかって言って、うん、回しながら声のする方に歩き出したんですよ、うんうん、だから一部始終僕撮ってるんですよね。おーおー、その声が聞こえる方に向かってって本当だ声が聞こえる、うん、でもどん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 進んでいくんですよ、うん、何百メートルも、うん、でそこで初めて助けてっていうセリフが聞こえる、うん、え助けてって言ってないみたいな、うん、で2人とも慌てて走って、うん、うわーって行ったら真下で聞こえる、うんうん、落ちてる落ちてるってなってる、うん、慌てふためいてるところまで回ってるんですよ。じゃあそれはケイスケチャンネルで、いや出せない出せないケイスケの個人チャンネルで出せないっすよ。それこそ、うん、その見返したらオープニング撮ってる時に、うん、助けての声入ってるんですよ。おその何百メートルも先の、うん、その人が叫んでた声、うんうん、入ってたんですよ。すごい、ね、一見したらもうなんか心霊映像みたいな。いや本当そうです本当そうです。いや
でもなんかそういうことがあるっていう注意喚起として出してもいいよってその方も言ってるんで、うん、ああそうなんだ、うん、そう出そうかなと思ったんですけど、うん、ちょっと難しいなと思って、むずいね、難しいなっていうはうん、こともあったんでね、ちょっと個人的にちょっと後で見して、そうですねお見せしますはでもなんかこの方の場合は、うん、そのアイターンするって言って沖縄に移住するってなって、そのダメ彼氏が、うんうん、なんか結果的になんか離れられてよかったっすねってちょっと思ったんですけど ね、まあ、そうだよね、うん、あと一歩でお金借りて部屋の中のものを持っていくみたいなさ、うん、すごい手癖の悪い彼氏だった。でなんかその自分は子供できないとか嫌いとか言いながらも付き合ってたってことは多分好きだったわけじゃないですか。まあそうね、うんうん、だから勝手に向こうが離れてってくれてよかったって思うようにしましょうってちょっと、まあまあそうだね、うんうんうん、でもなんかやっぱねそのオタクが悪いっていう風に持ってってそうなネットの中の、うん、それこそ今だったら、うん、炎上系めちゃくちゃ流行ってるじゃないですか。炎上系スシローのこうだとか、はい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 、あとはそれに便乗してなんかこういうそういうことやってるツイッターの動画とかを拡散してみたいな、それだけ見たらどうなってるか分かんないけど、うん、それを見た憶測でバッて言うと、うん、それが真実みたいになってネットでは広がっちゃうみたいな、はいはい、でもそれによってとある事件がなくなるとか、うんっていうのにはなってるかもしれないですけど、うん、そういう決めつけ、うん、本来本質違うのに被害に遭ってる人もいるんだろうなってちょっと思う部分あるというか、そうだね、うん、それもあるのかもしれないね、そうだからこれこの方のお話マジで自分たちでもあり得ることなんじゃないかなってより思ったっすね、うん、そうだね、うん、まあ、切り取り方みたいなね、いやもう結果的に今3話話したことになりますね。なんか身近で起きてる事件。本当だね。ねえ。ねえ。まだあるんでしたっけ？あと1話ありますので。はい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 。はい、そちらも読ませていただきます。お願いします。はい。もう30年以上前のことです。北海道のある町で小学生時代を過ごしていた僕たちには噂の秘密の場所がありました。そこは山の奥で掘ったて小屋や木の机、椅子が何脚か、そして離れたところに何本もの打ち込まれていた杭がありました。そしてそこでは銃の薬莢を拾うことができたのです。自分もそこで実際に薬莢を拾いました。当時は自衛隊の秘密の訓練場所だという話になっていました。ある日同級生の O 君と T 君が一時行方不明になり、そして T 君だけが戻ってきました。 T 君は山で O 君とはぐれて自分だけ戻ってきたと警察には言ったそうです。その後実は2人は例の秘密の場所へ行き、そこで謎の男たちと鉢合わせ追われることになり、 T 君はなんとか逃げられたが O 君は行方知らずになったという話が流れました、うん、T 君が警察にそれを言ったのかどうかは定かではありませんでしたが、新聞には行方不明かっこ遭難とだけ載っていたと記憶しています。後年北海道の山の中には暴力団の射撃訓練場があるという噂があることを知りました。例の秘密の場所はそれだったのではと思っています、というお話です。めちゃくちゃ怖いやん。めちゃくちゃ怖い。行方不明になっちゃったの？なっちゃってますね。おうくん怖怖い。でしかも結構みんな多分私も言ってたみたいなこと書いてあるから、秘密の場所、友達、うん、その2人は友達、友達ですね。投稿してくれた方の友達ってことだよね。そうですそうです。めっちゃ近いやんそれ。めちゃくちゃ近い。え、子供だよね。うん、そうですね。小学生連れてかれたみたいな方ことじゃないのかなっていう、まあ、もしくは、うん、ガキそうなん、うん、の可能性もありえますよね、うん、その北海道の山の中、まあ、すごい広い土地なんで、うん、そうなんてのはありえるのかなとも思いますけど。小学校、あ、中学校、小学生です。小学生だね。はい、でもさ、逆に言えば小学生でも行けるぐらいの、うん、場所にその秘密基地みたいなものがあったってことだよね、うんうん、だから地元の慣れた人だったらたどり着ける場所、うん、なんかまあその暴力団の、うん、射撃場、射撃訓練場っ
じゃないかみたいな話もあるけど、うん、すごい近いよね、そのなんていうの、そうですね、場所によね、うんうんうん、簡単になんか小学生でも行けちゃいそうな、みたいなさ、うん、それを見つけられたっていうことで、うん、行方不明になっちゃうの？怖すぎるでしょ、怖すぎる、短すぎですよね、短すぎ、うん、怖っ。でもなんか北海道って聞くと、うん、その例えば熊だとか、うん、そういうことも考えられるのかなともちょっと思いますけど、ね、確かにそうだ、うん、でもそう、それそんな場所に熊、うん、だからもっと注意されるのかなとも、熊が出るようなところだったら、まあそうね、うん、行っちゃダメとか、うん、だからまあ小学校だから、小学生だからその土地入っちゃってたけど、うん、地元の人たちはなんとなく黒い噂を知ってて、みんな避けてる場所みたいな、うんうんうん、それもあったかもね。30年以上前のことらしいんで、うん、今はもうもっと簡単に入れないようになってたりとか、うんうん、まあその場所にはなかったりとかね、うん、薬莢があったってことはやっぱ本当にそこで打ってたっていうことだよね、うんうん、そういうのって片付けないのかな、ね、え、あでも、うん、あの田舎の山の方、まあ、僕だったら設楽町の方のめちゃくちゃ奥とか入ってくと、うんうん、もう林道しかないようなところ、はい、そこで漁師さんたちが漁をしてるじゃないですか、はい、鉄砲のやつ、鉄砲の音めちゃくちゃ聞こえる時とかあるもん。そうなんだ、そうめちゃくちゃ怖いっすよあれ。怖いね、はい、僕あの一人で入っちゃダメなところじゃないですよそこ、うんうん、あの山奥どんどん入ってって、なんかちょっとなんていうんですか、自然が綺麗な場所を探したりとか、うん、あとは夏になるとミヤマクワガタって言って山奥にいるカブトムシクワガタを取ったりとかするポイントを探しに行ったりとかするんですよ、はい、でどん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 山の奥入ってって、あいい場所だなって思ってるとバーンってどっかで鳴ってるっていう、結構近くで鳴ってるように感じる時もあるんで、そうなんだ、うん、でなんか領空域なので気をつけてくださいみたいな看板みたいなの立ってやる時もあるし、怖っ。だってさ、あの漁に使うやつってさ、うん、散弾銃だら基本違うのかな、うんうん、とかライフルみたいな、ライフルみたいなやつもありますよね、猟銃、猟銃。なんかあの散弾銃ってさ、ちっちゃい弾がいっぱい飛んでくるだら、うーん、なんか避けれんしさ、うん、なんかの間違いでこっち飛んできたらって思ったらさ、うんうん、めっちゃ怖いね。めちゃくちゃ怖いですね。だからもう音聞こえたら、あ、ダメだダメだと思って引き返しますね、うん、あそうだよね、うん、でも結構山が連なってるんで、うん、別の山の音が、あ反射してくるみたいなっていう感じの可能性も全然ありますけど、行方不明か、さらわれたのか、本当に遭難して、うん、何者かに襲われたのか。でも警察に言うよね、うん、ねえ、うん、でそこがそういう暴力団のってなったら、うん、暴力団もちょっと疑われてるというか、うんうん、捜査入るだろうし、うん、で見つかってないんで行方不明、怖いよ、子供相手になんかそんなことすんのか、うん、まあでも見られたからとかそういう理由じゃないかもしれんね、うーん、うん、いやそれこそと人身売買じゃないですけど、うん、みたいなことが行われてた可能性もなんかあるのかなって、ね、なんか都市伝説でありますよね、行方不明になってる件数ってめちゃくちゃあって、うん、毎年、うんうん、その何人かはそういう風な犯罪に巻き込まれてるっていう都市伝説、うんうん、なんかあの遊園地とかね、うん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 、テーマパークみたいなとこで、うん、なんかお手洗いに行ってそのまま帰ってこないとか、はいはいはい、なんでかなってなんかしたら、なんか男の子がなんかカツラをかぶせられて、ほう、ほんでなんかあのおんぶして何者かに連れてかれてみたいなさ、うんうんうん、だから外で待ってる親はそれが自分の子だと思わずになんか連れてかれちゃってるみたいなさ、うんうん、とかなんかちょっと子供じゃないけど海外のなんか試着室、はい、海外旅行行った人が試着室に入ったら、その試着室の奥の鏡のところからなんかくるってこう忍者屋敷みたいにくるってなるとこで、はい、そこから
誘拐されて人身売買怖とかさ、うん、そういう話、まあ都市伝説、半分都市伝説だと思うんだけど、うん、はい、うん、なんかそういうの聞くとなんか外国怖いなって思うしさ、うん、人身売買怖いなってさ、うんうん、そう、なんかそのちょっと遠い存在と思ってたそれって実際あったりもするのかなってちょっと思うような話というか、うん、この当時小学生の時の記憶で書いてるのもあるし、うん、その上で、大人になって、あ、そういう場所なんだってなって、この投稿者さんもそう思いながら書いてる部分もあるかもしれないですけど、うん、そうやって僕が思っちゃうのは、うんうん、でもなんか身近でそういうのを感じたら怖いなってすごい思いますね。それこそ僕らの近く、僕の家の近くにある池は変質者がよく出るっていう、うん、でその近くに住んでる、うん、最近、まあ、何年か前に知り合った若い女の子、二十、うん、歳の女の子が、うん、自分が小学生の頃、うん、あの辺で友達と遊んだ帰り道、その子が誘拐にあって、うん、そこからずっと行方不明っていう子がいるっていう、怖っ、はい、豊橋で、豊橋です、豊橋です、怖いよ、あそこですよ、あの池のところで、はい、そうです、そうです、そんな事件があるんだ、はい、怖っ、やだわ、マジで身近であるやん、あるんだね、すごい思いますね、はあ、はい、という、はあ、じゃあこれを聞いてる皆さんも、うん、私もこういう経験がありますと、私の友達がこういうことに巻き込まれましたとか、はい、私の友達海に落ちた人知ってますとか、ね、それ僕じゃないですかそういう話もし持ってたら、うん、このコメント欄でもいいですし、はい、我々のホームページに、投稿していただいてもいいですし、はい、詳細欄に書いてありますので、そうですね、もっと聞かせていただきたいなと、うん、その前回紹介したお話、豊田市女子高生殺害事件、はい、っていうことが起こってからその場所通るのは危ないってなってみんなが警戒するようになったりだとか、うん、僕らの地元でもあそこ変な人出るって言われてる場所があって、そこをでも通っちゃうんですよね、やっぱりみんな近いから、うんうん、だけどある事象があったってことが分かると、うん、やっぱ学校からも避けるようにって言われたりすると思うんで、うん、やっぱこういうこと、皆さんが体験したこういう話を発信した上で、うんうん、ちょっと遠い存在じゃないというか、そういう身近な犯罪とか事件が近いものだっていう風に感じてもらって、まあどうしようもないことだとは思うんですけども、うん、少しでも、うん、回避できるような、そうだね、うん、あ、本当にあり得ることだからあの道は避けてこう通ろうとか、うん、それこそ女性一人だったりとかお子さん一人でとかっていうのはすごい危険が多いので、うん、そういうのも踏まえてちょっと注意できるように、そうだね、だったりとか、うん、で少しでも自分が巻き込まれるリスクが減ればなとは思っておりますので、本当そうですね、うん、皆さんの体験をいろいろ皆さんに教えていただきたいなと思っております、うん、よろしくお願いします、よろしくお願いします。この話もし自分だったら、ありがとうございました。でしたわ。次回も楽しみですわね。